はい、どうも。なんでこんな街中で始まっちゃって、おなじみの街に呼び出されましたけど、松本バッチと一致でございます。はい、今日は何の用ですか？今日はね、こちらね、東京に住んでない方は知らないと思うんですけど、うん、上野という場所でございます。上野、ね、パチンコパチスロ業界のね人たちから言ったら、こちらはねおなじみ、聖地でございます。もう何百回通ったか分からない。そうですね、特に売れてない時にいっぱい通った可能性がある。こちらはね、パチンコパチスロ業界の、会社やショールームがたくさんあるとこでございます。ちょっとね、今日はねこの街をね、探索しつつ、あるところに町ブラ向かって、いやー、わかりました。大体もうピンときちゃう、大体向かう方向で僕も、もうさすがメーカーのね、その解説動画とか撮ってますからね、いただいておりますね。ね、もうちらほらと他のメーカーさんバンバン、そういっぱいあるんすよ。あ、こっちね。あ、じゃあ分かったな。お、あそこだろうと思って。おい、前の目って言うんじゃないよ。ここの東方の意味全くなくなるじゃないか、お前。あそこだろう、何の意味もなくなるじゃないか。確かに、確かに。ああ、もう分かった、分かった、岸辺も分かったぞ、ね。いやー、だからね、あっちの方に行ってですね。いや、こういう感じになると結構あれだね。こっちはちょっと様子の近くなの。あ、嘘、ごめん。あ、やっぱでしょ。こちら、平和オリンピアさん。ということでね、今日何しに来たかというと、はい、大好き、うん、新しい肛門ちゃまが出るんですよ。でしょ、だってね、もうすぐだもんね。うん、うん、ということでね、今日はね、ショールームにおいて先に打っちゃおうとメガ盛りだいうことで、そちらをね、松本市に解説して私に、分かるようにやってほしい。なるほど。うん、もう概要知らないんで、お任せあれ。2時間くださいどうぞ。あ、勉強ね、先に。あの、尺じゃなくてね、2時間動画の尺じゃなくて、尺じゃない。ちょっとね、解説するってなると2時間は欲しいな。基本わかんないやつは松本に打たして覚えるっていうスパンで僕やってますんで、間違いないと。これを通して見てる方も覚えていただければこれ幸いと。じゃあ皆さんは2時間待たなくて大丈夫。あー、いいですね、編集の力。さあ、ということでね、じゃあね、松本氏、いざ入場ってことで。いらっしゃいますね。ねえ、さあ、ということで、はい、オリンピアさんのショールームにやってまいりまして、お邪魔しちゃいました。これですね、噂の。そう、パチスロ肛門ちゃま V メガ盛り。これメガ盛りって呼びます。これでメガ盛りって言いますね。そう、メガミ盛りではなくメガ盛りと呼びまして、ね、6号機の ATIC ということで、純増が 3.5 枚にアップ。まあ、ATIC だと肛門ちゃま勝つが ATIC でしたけども、はいはい、瞬発力の方が上がっておりますということ。設定は4段階です。4段階。うん、で、初当たりが大体400分の1から300分の1ぐらいで取れると、うん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 、であとはね、打ちながらやっていきたいと思うんですけど、結構ね、はい、肛門ちゃまシリーズを好きで打ってきた人はスッと入れると思います。お、はい、というわけでベッドボタン押しましたけども、まあ、大体ね、打ってきた人は分かるでしょうね。このボックス2つございますけども、うんうんうん、これを貯めていくんですね。こっちが、リプレイだったりベルだったりで溜まっていきます。こっちね、はい、で、こっちが、レア攻撃で溜まっていきます。で、新しい要素としてですね、だいたいこのボックスを貯めていくんですけど、ここにね、テレビがあるでしょっていう、これがね、30ゲームごとにチャンネルが変わっていくんですって。ミトライブカメラとかじゃないですね。そうそうそう、これがね、今はもう春の山、なんて読むのこれ、山城、山木って読むの、わからん、すいません、額がなくてから中継っていうことになってますけど、打っていくとこれがチャンネル変わっていって、それがね、面白いとこ出てくる、チャンスパターンとかが出てくるらしくて、このポイントをこう重ねていくのとか、はい、あとは当たった時にこんなことになるよみたいなことをね、映したりしてくれるらしいので、うんうんうん、で、打ち方ですけど、チェリーのついてるバー、これね、ございます。枠内狙って、スイカが滑ってきたら、スイカを中リール狙ってと。で、チェリーとスイカがこっちに出てきたら、こっちにはこのバチェバ、ね、バーチェリーバー、そう、これを狙いましょう。なので、子役としてはチャンス、レア子役としてはチャンス目、チェリー、スイカとございますけれども、うん、バチェバが止まると、バチェバにこうパワーアップというか、バチェバチェリー、うんうんうん、バチェバスイカ、バチェバチャンス目と、格上げされるっていう感じですね。まずはね、その当たりまでのルートなんですけど、はい、今説明したこのボックス2種類貯めるっていうやり方と、で、あとゲーム数召喚ですね。あ、それもある、はい、ゲーム数召喚でも、直撃と、もう一個、まあメインはそっちなのかな、勝つゾーンっていうね、はい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 、肛門ちゃま勝つにもついてましたけど、ポイントがめっちゃ溜まりやすくなるとこ、そうですね、はい、そこが訪れたりする。で、だいたいゾロ目がチャンスっていう感じ、111とか、うん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 、
結構だからね、これもう今までの説明聞いてるだけでも勝つ打ってた人はおーおーおー、はいはいはい、なるほどなるほどってもうすぐ慣れると思うんですけど、まああとはね見ていただければすぐですよ。でね、今この分母が隠れてるじゃないですか。はいはいはい、はい、隠れ隠れ、まあこれ打ち始めだから隠れてる、隠れてるね、けど確かに、まあ大体基本はあの水戸ですよ、310。あーそうですね、今までそうでしたね、はい、ただ今回はチャンスパターン、まあ進化、これそれが進化したポイントらしいんですけど、チャンスパターンとして例えば50とか、うん、あのちっちゃい数字の場合もあるそうです。で今さ、これ今ちょっと隠れちゃったんですけど、これなんか引いたな、ムムムって書いてあるよ、ほら、これ、まあ、これチャンス目ですね、チャンス目で、ほら家康方法、予報、家康が接近しているかもって出てるんですよ、今もうだからこれだからね、何か、だから家康が接近しているかもっていう、あ、当てればみたいなことっていう話になってくるじゃないですか。だってね、こう、始まる前ね、筐体の上も下にも書いてありましたけど、うん、ええ、家康再臨、うん、まあ前の家康降臨、ええ、50% で入るんでしょ。 50% って書いてありますね。 50% で前なんてさ、あのさ3分の1無理やりねじ込むみたいなさそこにあの命かけてるみたいなそうそうそう、まあでも多分ね、今回もそこを狙っていくことにはなると思うんですけど、うん、まあいろいろね今回は増えてますんで、あーミッドでしたね、こっちは200だったね。でね、おおおおお、やっぱりね、あの黄門茶碗シリーズといえば、うんうん、あのぶっ飛んだ演出じゃないですか。そうですねもうあの江戸時代とかどうでもいいみたいな感じになりますからね振り切れちゃったのかな、オリンピアさん。ちょっと振り切れ、ほら来た来た来た、おぎんチャンネルステップアップ2アップって書いてある。だ多分ここを今これが出てる間、これ30ゲームで入れ替わるんですけど、うんうんうん、これが出てる間に満タンにですればステップアップしやすいってことだと思うんですよね。そうでしょ、2アップだから、もしかして2段階、もっとじゃあパッパッパッって貯めたいんだけど。いやもちろんそれはそうなんですけど、あ、はい、あ、終わっちゃう、チャンネル変わっちゃう、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、あと9分、あー惜しい惜しい、チャンス目チャンス目、あー何何何、どうした、そこそんなに動くんだったの、隠れた、いや動くんだったんだ、前作も動くよ、バーッそんなに動くんだった、動く動く通常時に動くことあんまないけど、何これ隠れてる、なんで全部隠れたこれ、これ脱いだらおぎんちゃんがちょっとセクシーになるとかない、そこそういうことない、そっちじゃない、隠してる、そっちじゃない、手前の、うん、あ、そっちか、手前の箱の方、奥じゃない、隠してる、期待しちゃったなんだろう、どういうことだ、おお、めっちゃ溜まってる、あ、惜しい、あとこ、あとこ、いやだめ、あと4ゲームあるめっちゃ溜まってる、あと4ゲーム、あと4ゲームで5ポイント、あと4ゲーム以内で5ポイント、でもこっちあれだから、レア子役対応だからチェリー、あーチャンネル変わる、早く引く、チャンネル変わる、あと1回しかない、ここで引く、こっちなんだよ、たまんの、あーチャンネル変わった、あー上がっちゃった、驚きの理由は30分後、なんかあんの本当に次にお楽しみ、だからこれもう30分後に食べた方がいいね、これは逆に、あと10分待って、シャンシャンしてチャンネル変わるから、あと10分待って、でも10分後そのいいやつか分かんないけど、ね、いやでも驚きの理由って言っても今よりはいいでしょ絶対、8名だし、ちょっと待って、もうちょっと待って、あ、いいなー、ダメだー、あーマックスだ、1回目のマックスですね、あと6ゲームだったのに、女神箱の方がで、一応ちょっとこっちがダブルこうマックスになるぐらい、あの発動まで猶予があるんで、まあ今はちょっとあれで、ああ発動しちゃった、出ました、レッツプレイオギンチャンネル、1回目のレッツプレイオギンチャンネル、ここまで出ます、いきますよ、で何段階ステップアップするか、はいはいはい、あ、行く、赤行く、はい、赤、その上何、田紫む、あー赤、あー赤3、あーでここから選ぶ、お、消えた、お、消えたよ、え、OGN さんって何、 OGN、 おぎんさん、おぎんさん、申し立てにより削除されましたなんか YouTube とかで見るな、そういうやつな、多分あれだ、支障があったんじゃない、あ、なんかね、あ、もうあれだ、すごい、じゃあこれ、あのガチガチレバーゾーンというかチャンスゾーンです、はい、でメガフリジャッジメントっていうのがもうこれ当たりです、あ、あれもうじゃあどっちかは、チャンスゾーンか当たりが出てくる、あ、チャンスゾーン、あ、チャンスゾーン、チャンスジオンって言いました、うん、すいませんで、これね、輪っかが出てきますよ、まずいきますよ、ほう、これルーレットが出てくるんですけど、おーおーおー、まあ今レバー叩いてますけど、
これ1ゲームごとに1マス進んでリプレイベルで決定レア役でランクアップっていうふうに書いてありますけど、その通りなんで、これぐるぐる回ってくるんですよ。それがねガチ抽選の。そうで、この何も書いてないところは何も起こらないです。で今回は通常時なんで罰がないですけど、 AT ちょっと罰出てきちゃうんですけど、何もないところはリプレイベル引いても進むだけなんで、一回進めますよ。あ、何も引いてるから進むで、アップするとこの奥に行くんですよ、はい、内側にね、内側にどんどん熱くなるってこといいね。で、もしこのバトルとかこのこの演出ですねのところで行くと、その演出に発展してますと。だからもう奥、今一番奥が V なので、内側の円ちっちゃで、ここまで行ったら、はあはあ、っていうことですね。まあ、ここはアップ引いておきたいよね。お、大丈夫か、大丈夫か、ぐるぐるしてる。おお、レアコヤク、どう、チャンスで、お、いった、アップで、まあ、だからアップ、おお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 お、あ、だから何もないがなくなった、何もないがそこでなくなって、あー、ここは違う、ここは違う、よしよしよし、ここここだ、あー、これは、まあ、ここ2つだったらなんとなく星 2.5、 ここ3、ここはだってあれでしょ、土星でデートでしょこれ。あ、はい、また、お、ご存知、来た、お、来た、来ました、ご存知、お銀デート、お銀ちゃんってこんな感じだったこんな感じだったよ、なんかさっきまでと急に秋葉系の人が好きな感じの雰囲気違う、顔に、いや、こんな感じでしたよ、こんな感じ、光の影じゃないかこんな、これ20ゲームか、あのラブラブとか上がっていけばプラス 10% ね、やっぱもうおぎんちゃん好き、おぎちゃん、あー、チャンス、チャンス、おぎちゃん、あー、なんか、お、あ、おい、これ何、海賊、おぎちゃん海賊にそんなに巨乳だった、50、あららら、よしよしよし、通常デビューで50、そんなことないよって、あー、来た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 、あ、お、お、おい、バチェバ、これバチェバ、バチェバチェリー、バチェバチェリー、ドン、あー、もう大丈夫なんじゃない、さすがに 90% だよ、さあ来た来たよ、さすが大丈夫でしょう、これなんか見たことあるな、これこれはどっかで 見たことあるけど、今どっかで見たどっかで見たことあるけど、今のこれ出ましたね、これでこうペッタ、あ、嘘だ、嘘、嘘だろ、 90% 負けんの、おい、そういうことでしょう、まあ、いろんなおぎいちゃんが、いろんなおぎいちゃんが、いろんなおぎいちゃんが走ってくる、あった、あ、首、ちょっとちょっと待って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 、ハイタッチしてね、だって、オッケー、あー、もうすごい、もったいぶる、すごい目です、お、これ何の設定、おぎんちゃんこれなんかたすきグランプリかな、グランプリって書いてある、ミスコンかなというわけで、お見事チャンスゾーン成功ということで、これで、はい、初当たりゲット、初当たりでございます。で、初当たりは必ずメガ盛りジャッジメント、ジャッジメントから、ね、選べるやつから始まりますんで、あー、頭おかしくなる音、あー、すごい、精神を持っていかれる音、さあ、こっから来ました、行く道を選ぶ覚悟を決めるのです。で、今バシャンって変わりましたけど、初当たり時は、これレベル3段階あって、はい、そのうちの2段階以上で初当たりはスタートします、うん、で、今これが2段階の状態ですけど、左が地合いで、右が出来合い、50% そう、いわゆるここだよ ね、初当たりの 50% 家康で、こっちだと 10% 家康さえ、まあ、マリタ肛門者勝つの時もね、これ選ぶん結構悩んだりね、うん、そうそうそう、で、まあ、今回だと初めて見たとこれかな、上乗せプラス倍チャンス、あ、はい、まあ、バイチャンスって、バイチャンス、このキャラクターのことが出てきて、上の下がゲーム数が倍になる、ありましたよね、ありましたね。ちなみに今回どれでもゾロ目のゲーム数を乗せすればバイチャンスついてきますというわけで、どっちでいきますか。でもさ、まあ、僕はもうホールだったらさすがにやっぱ出来合いでいくと思うんですけど、一応ね、初めてお見せするから一通りは見せたいじゃない、はいはい、なんで、まあ、上乗せは、まあ、見なくても分かるけど途中で出るでしょうから、はい、まあ、ここの間の2つ、あ、じゃあ お銀乱舞狙いに行く、お銀乱舞とこの上乗せプラスバイチャンス、うん、この2つをまずお見せしたいなと思うので、こっちで実は僕もまだ見たことないんですよ。あ、じゃあ行きましょう、これをちょっと左で今回はまずは地合いから控えめにね、審判の時です、どんな感じ、あー、来た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 、振り分けは、振り分けは、あ、普通の上乗せじゃない、もうチャンスパターンや、ここもおなじみですね、このここのコマ数、
はいはい、それでチャンスアップもあると。メガ森って言ってる。声あった。超えない。え33倍、倍だよね。これが倍になるかどうかが今から。さあ来た、帰ってきた。倍チャンス、捕まえれば倍。おいしょー、へいっていうね。でゾロ目のゲーム数だったら倍チャンス出てくるって言ったじゃないですか、はい。まあ、今ゾロ目だったから倍になったからゾロ目じゃないですか、うんうんうん、倍チャンスなんですよ。え、もう一回。そう、え、これとはとはではない、計算できねえのかよ。66の倍はあのそのゾロ目じゃないから。66の次は120。そうだから一番あれなのは、そう、132。あ、危ない危ない。111とかその3桁のそ倍チャンスが出てきた時がやばい。111123。あ、そうかそうか、そうだね。だから132までは狙えるってことね、今回は。はいはいはい、なるほど。ナビなしだよ。これ多分生理通訳だと思うんだよね。あ、いた、いた。はい、これはナイスでしょう。あ、リプル132スタート、スタート。おおい。でステージが3つありましてですね、はい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 、ちょうど今いるこの女神ステージ、はい、真ん中です。真ん中で、この上に展開ステージとなって、あ、まあ肛門ジャマがなんか神様みたいになってるやつね。そう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 、ね、スイカチャンス発展。ああ、ノーマルのスケさん。チャンスゾーンがね1個でも絡むとね、かなりね強くなる。すごいぜこの交差し、確実に神様の類だからね。だっておぎちゃん羽生えてるもんね。そのだってあのフロントの布はどういう服、うん、あーあ、おぎちゃん上がった展開ステージ。神じゃん、肛門ちゃん。肛門ちゃんも神じゃん。神神神。あんなに筋肉ムキムキだったか。明らかに神様。マロバトル、おーとーとーとー出た。ちょっと待ってこれ。え、これこれバチェバ。バチェバは狙えないんですけど。止まったらもうチャンスみたいな。そう。あー惜しい。止まんない。止まんない。バチェバを狙いが出て、止まればチャンスゾーンです。ガチガチレバーゾーン。いずれの、まあ、バチェバチェリー、バチェバスイカ、バチェバチャンスメ、どれでも、うん、止まった時点で。だからまああれなんですよ、どれかが出るかっていうよりも止まって、その後もバー狙っていくんですけど、うん、揃えば上位版の、テンプレーションに上がるんですよ。なるほど、じゃあそっちを願った方がいいね。そうそうそう。ただまあ追いそれと揃いはしないとは思いますけどね。まあね、まあまあな確率でしょうから。バーを狙ってこうバーが揃った時のテンプテーションゲーム、うん、上位版 AT なんですけど、20ゲームのAT が 80% 以上でループするらしいんですよ、うん、なんかなりその性能が高いので、まあなかなかね、気分的には無限だけどね 80% ループってね。気分的にはすごい気分だね、すごい簡単な気分で。何がありがてえってね、あれなんですよ、これゲーム数なくなった時に、うん、ガチガチレバーゾーン入るんですよ。あ、終わっても、うん、最後チャンスゾーンやらせてくれるんですね、今回は。あらあら来た、もう一回。あ、来た、あれも緑か。これ赤とかそっかあるのか。あるあるある。あ、止まった、はい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 。あ、もう出てきた、ガチガチレバーゾーン。こっからバーゾーンして表示変わったりするの。あるんじゃない。あ、うん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 、 OK。 なるほどなるほど。あ、あれ、これ罰ない、みたいなのないよ。あ、そう、これね、マップが結構一種類あるらしくて、結構これいいんじゃない。ここでまずアップさせちゃう。セイ、ナイスアップ。はぁ、あー滑ってる滑ってる。あ、でもだから上に上がるってことかな。あ、上に上がる、ね、おーすごいすごいすごい、ね、レア役だから。そう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 、そうだね、レア役だから、これこれってって。あ、チャンス、おいしょ、チャンス目、チャンス目、チャンス目なの。チャンス目来た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 、もうどれでもまあまあいい、いつでも。あー、あ、まだ行かない。これって何ゲームできんの。これ引くまでだよ、引くまで、これ、うん、これ引くまで、これ永遠に行かなかったらずっとここをやることだけど。あ、あ、ナビ、あ、ミト、ミトって出てる。え、あ、じゃあ真ん中1さえ押せればいいってこと。こう、だから多分ね、何かしらの押し中不問の公約が立ってるんだ、多分。だっておかしいじゃん、ゼロって。だからどうやって押すのかなと思って。1押すじゃん。で、あのは出ないから、ミトって出てるからリプレイだね、これ多分ね。オーケー、来た、うめー、ミトナビ。
よーし、ジャッジメントストック。さあさあさあ、おお、これはで初当たりじゃないから今回はレベル1もありえますね。なるほど、初当たりレベル2から、うん、きた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 、あーレベル1で、これがレベル1の振り分けですよ。うわー、これは迷うな。いやいや、松本は30、ああ松本は30パー、松本にやらせたら多分 75% ぐらいあるじゃん。そう、引けちゃうから。そうなんじゃん、うん、だから大丈夫なんです。だからそっち、僕は大丈夫なん、皆さんよく考えた方がいい、僕は引けるタイプなんで。松本はね、こういうのね、得意だから。そうそうそう、こういう時引くからやっぱ30、30、レア食いた方がいいのかな、やっぱ。あー、振り分けは普通、振り分けは普通ね、振り分けは普通。誰か代打、誰か代打で来るパターンあるのかな、今回も。あ、まあ、通常パターン、明らかな通常パターン。あー、絶対無理。あー、通常パターンだね。知ってた、人並みってことでね。知ってた、人並み。3回に1回ということでね、うん、煽り立てたけど、別にそんなの得意なイメージない。うん、全然、なんなら苦労するタイプ。だから AT 中やることはだから右のバチバ止めるか、うんうん、まあ、レイアコヤク引く、まあ、あとはもうゲーム数消化でチャンス出てきたりするんで、まあ、出てこなくても最後にチャンスの1回出てくる、プラス今回もあのお銀ちゃんのね、うん、最後一発逆転というかあれがついてきますから、ついてくる可能性がありますから、あれが意外とねでかいんだよね。うん、うん、あの前作だと列車に乗ってね遠くまで行けばたくさんゲームの数もらえるやつ、肛門ちゃま勝つの時はあのみたいな、あの野球ゲームみたいなやつね、うん、まあ 100% だって言っちゃダメなんだよね。そうなんだよ、言っちゃったんだよ。すぐ訂正したんだけど。やっぱ速さは増してる感はありますね、 3.5 枚ってことで、うん、今だって100ゲーム消化でまもなく400枚いかんとするとこ。おーっとー、おいしゃー、滑り込み。うん、よし、残り12ゲームぐらいだったな。いや、家康サイリンが見たいですよね。おー、いいじゃない、まあまあなんじゃない。 あの真ん中のやつが噂のさ、来た来た、マロバトル、マロバトル、しかも1個外にもいるよ。え、ここにほら、あ、ほんとだ。ここまで行けばマロバトルは勝利でテンプテーションゲーム、はい、負けたとしてもあの特化ゾーンもらえます。特化もらえると、はい、行きましょう。よし、すっ、ああ外れ多いな。あっ、バトル、あ、欲しい、星2のバトル。お相手はすごい、お、増えたよ、星。あ、ちょっとあれだよ。あ、そういうこと。そう、バトルの中での。なるほど、なるほど。これだ、いい方だ。いい方ですね、わざと。うわ、すげえエフェクト。あー、でも、チャンスアップ出ない。あー、白文字。負ける。お、お、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、お名返事はここでも入るの。なにこれ。え、通常時じゃないのに。え、あ、え、AT 値も汚名返上入るんだ。何これ何これ何これ。まあ、今あのいわゆる前作でいう、はい、その演出失敗した後に入る、まあ、前兆ステージ兼あのその間のあの子役の引きとかで当たりをこう引き寄せていくっていう、まあ、前兆ステージ兼チャンスゾーンみたいなやつなんですけど、これ AT 値も今回入るんだね。あ、来た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 、子役10日以内の発展はご期待ください。今5日目ね、おぎを派遣いたします。します。あ、これ10日以降だ、10日以降だから、ここで発展してくればチャンス。あー、いた、10日以降、10日以降だもん、これいっただろ。こんな上乗せみたいなもんじゃんね、もうね。まあね。あ、見て見て見て、おぎん、あ、お、え、2個目の公約がおぎんを派遣いたします。はい、3個目の派遣が公約が、おぎん派遣の暁には当選してみせます。だからこれも当たりっすね。あ、確かに、もう派遣するのも決まってて、そうそう、おぎん派遣すれば、当選してみせますって言ってる。よいしょ、達成。赤だし、ええ音なった。あー、出た、達成。あー、レインボーになった。よしよしよし、おお、巻き戻る、巻き戻る、早送りで。おお、すげえかっこいい。
オッケー、いいね、びっくりパターン、よし、ナイス。さあじゃあ家康もらっていいですか、家康もらっていいですか、間違いないよね、引くまでやる、はい、通常パターン、通常パターンだ、大丈夫か、頑張れお兄ちゃん、頼む頼む頼む、ダーロー、おいよー、ナイス、きたー、こ通常パターンでぶち抜くのは嬉しい。さあ始まりましたね、イエスサイリンリターンズでございます、お楽しみください。これが見たくてこうおもちゃも売ってっかな、そうね、さあちょうだい、さあもう無用でしよう解説は。もしもしちゃま、おじいちゃまじゃよ、これ考えた人すげえな。乗らぬなら乗るまで待とう、お中継歌うんじゃなくて今回中継でテレビに寄ってるね今回のやつはね、うん、そうですね、ああ来た、ホトトギス○○歳無職が江ノ電かくれんぼ中、どういうことどっかからご飯持っちゃってるし、どっかからメガ盛りだからね、なるほどね、どっかからホトトギスが出てくるってことだね、はあはあ、100だね、まずはおなじみの、あ超えた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 、なんか喋ってるよ、イエスさん、え、これも結構いってない、これ結構来た来た、まあ、いやどうだ、100ポロプシューじゃない、あーなんか引いてる、200引いてる、あー200いってる、214、オーケー、滑り込んだ、なんか引いてる、ナイス、これがどう影響したか分かんないけどね、これまで別抽選の可能性もあるし、あ、まあ、これが影響する可能性もあるけど何とも言えない、まだ今の段階では、あ、あ、何、どういうこと、どういうこと、え、もうこれ引いたからじゃねえの、え、そんなことあるの、最後で引くとってこと、え、嘘、2個当たってる、え、そうじゃないかな、え、ちょっと待ってください、サービス、さ、そういうことですか、あ、え、あそこでもう一個、もう一個もらえんの、え、あ、抽選で、なるほど、あ、じゃあバチバチリーがえらい役だから、バチバチリーが今もうだからもうメガ盛りジャッジメントの抽選をしてて、それがパスしてたからもうすぐ出てきたっていう、マジかスーパープレイじゃねえか、マジかよこれはこれはちょっといっちゃうか、イエーイ、あ、通常パターン、通常パターン、さっきはこれで抜いたけどね、大胆はなし、大胆なし、今回も大胆あんのかな、あー、おーいとーまあそういうことだな、行くときに行く、だもうね、ほんとなんていうの、この手の遊びのもうあれですよね、もうなんていうの、定番というか当たり前ですよ、行けるときは行く、行けるときは行く、こういうことなんだよな、乗るまで待って、嬉しい誤報は突然にって書いてある、あ、赤、赤赤だ、あら、さっきと違う、ホトトギス丸々さん探検家、門限までに帰ってこない模様、変わった、チャンスパターンだろう、光んねえかなこれ、あ、超えた、超えてる超えてる、イエスさん聞こえますか、お、早い、早め早めでしたね、100、あ、でも182、全然思ったよりあったな、これもうだから400ですよ、400くらいあるよ、あれ何、え、あ、え、1個じゃなかったってこと、え、マジか、もう1回やるのさすがにこっちじゃない、いや行くときは行くって話をしたばっかじゃないですか行くとき行くって話したらなんでここで折れんだよそういうことだから行くとき行くんだよ、分かったよこれも3発連続はさすがにだと思うけど、通常パターン、通常パターン関係ない、さっきから通常パターンで当たったから確かにそうなんだよね今回通常パターンで結構抜くな、言うて言うて、あ、ほら、引くときは引く、大丈夫、3分の2だ、3分の2、上出来、わあこれだって残りゲーム数、いや、ざーっといきますよこれ、406ゲーム、いや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 、え、待って、だってもしたらもう、え、結構出るよ、500枚ぐらいあるぜ、
もうだいぶ出るよ。1500万ぐらい出るんじゃないもん。分かった。これだけで。で、2000万ぐらい出ちゃうじゃん、これ。ちょっと待って。はい。分かった。じゃあ、うん、ここまででだいたいね、肛門茶碗、メガ盛りの概要は分かったので、まあ、一通りのゲーム数は分かっていただけたんですか？ゲーム数ね、今持ってるんで、じゃあここからさ、いつものナスマみたいに、こうミッションをね、貸して遊んでいきましょうよ。あ、いいです。これただ超過してもね、見てる人別に納得いかないんで。はいはい。じゃあ2つ。2つ。はい。じゃあ今、その、イエス・アイリンやったじゃないですか。最高200いくつなんで、300超え。サイリンで？うん。サイリン300超えが1つ。300超え。はい。1つ。そしてもう1つが、さっきからずっと見たかった、テンプテーションゲーム。あー、なるほどね。どうだろう、すでに入る可能性出ちゃってるけどね。さあ300ゲームだ、まあ、テンプテーションゲームがねどのぐらいまで出るか分かんない。テンプテーション、まあ、いいっすよ、別にそれはゲームと、300ゲーム超え、300ゲーム超えをじゃあ貸して、ミッションとしてやっていきます。いいですよ。もうそして、ああ止まらない。もしそのミッションを、じゃあ叶えられなかった場合、叶えられなかった場合は、おい、はこの、まあ、ナスママ恒例の罰ゲームとして、こちら。いや、こちらじゃない。長めの、な、長めの、長めのってさ、長めの、長めのパンを、ね、物を移して名前言わない意味あるの？長めのパンをね食べていただくと。だからさ、ただ一応ね、まあ、なかなか難しいと思うんで猶予として、はい、今回ね、やっぱ水戸ゴールデンゲートなので、3時間10分猶予与えますから。3時間10分、水戸ってことでね、3時間10分の猶予を与えますよ。3時間10分、それは出せ、どうなんだろう、まあ、出せるとは限んねえか。でもテンプテーションは多分ね、それぐらい結構偉いやつだと思うんで、3時間10分ありゃ出せるでしょっていうやつではないと思うよ多分、で一応猶予って3時間、まあまあまあ、でも確かによ、よかろうよかろう。うわーなんか懐かしい、私たちの世代からするとすごい懐かしい。ドストライクのやつ、うわ突然なんか見たことあるやつ突然 OKOK で、これはねレベルを上げてくるんですね。まあレベルってあれですよね、多分それが期待度、期待度ですね。100までいけば、みたいなってことだろうな。今青なんで、うわすげえ強そうな攻撃撃ちゃう。あー、バカだー、こう一個は力尽きた。あー惜しい。あーバトル、すぐバトル。あー、お、でも赤文字だ。赤文字の3。あ、赤文字。これチャンスアップは結構期待できるからね。よいしょ。あ、むむ。あ、来たー。これありがてえよね。割とあるんだな。これありがたい。普通にゲーム数めっちゃ伸びるんだね。これこのお名返上のおかげでさ、お名返上分乗ってねみたいな。おぎは派遣いたします。あ、今が後期でござる。公約、あった、おぎ派遣今日出ました。確定じゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、300か。だったらもうだいぶ OK、 あれだろうな、期待できるんだろうな。結構ね期待高いのかも。じゃあもうオギンラブはあれでいいね、別撮りでこういう感じですよって見せてもらうやつでいいね。だってオギンラブ 0% なんだから。うん、いいね。3、あ、じゃあもう300出してからやればいいんだな。そう、オッケーオッケーオッケー、いいよ。一発で終わらせたら、まずはこの3割を超える。おっ、あ、来た。何それ、吉野部来ました。吉野部、あ、徳川吉野部これ最後の将軍。そう、前作もあったよ、吉野部。やっぱ徳川家の中で一番打ちそうな名前って吉野部だよね。まあね、そうね、なんとなくね、やっぱ一番吉野部が打ちそうだもん、大政奉還。オッケー、うわー、ナイス、待って、いい吉野部だった。300ね。どこまで行くかってのもね知りたいんでね。300超え。でもそろそろ100で1回止まりそうな気がするんだよな、言うて。あ、動いた。早い、早め、早めの。あー、惜しい。ゾロ目狙うっていうパターンもあるんで、確かに。
そうだわ。狙うって、まあ、狙えるんだったらやったらいいんだけど。狙えねえけど。111だろ。222だろ。いや、惜しい。今日あそこはいいわ。だるま落としは調子いいわ。500ゲームぐらいあるもんね。まあ、ただやっぱこのぐらいやっぱイエス引っ張って来られればこうはなるよね。だってテンプテーション入ったらテンプテーション2そのゲーム数減らないんでしょ。もちろんそうです。テンプテーションやってそこに戻ってくんでしょ。そういうことでしょ。めちゃくちゃ出るがな、マジ。いや、それだから多分あれだと思う。この状態でもテンプテーション入れたらゴールだと思うよ。そうだよね。バトル。あー、おぎんちゃん。あなた、これはあー、おめえじなし。硬さはおいおい、あれ、え、色紫じゃない。紫だね。止まるよね。止まるよするね。ああ、揃いはしない。あそこやっぱここの鍛えるかな。あ、いや、これ出るな、結構。はい、はい、はい、はい。はい、はい。ああ。白文字、白タイトル。チャンスアップはなし。厳しそう。ああ、おいおい。これあれじゃない、これがさ、ステージにリンクしてんじゃない。なるほど。そうだろ、出やすくなってる。展開ステージだからだろ、これ。あ、まあ止まんねえんだけどさ止まんねえんだけど展開ステージだからってことかもね。出やすくなってる可能性あるな。その可能性あるね。そうでしょ、そうだよ。そうだね、絶対そうだ。ほら、ここえ、これさ、展開ステージがさ、まあ、内部的に完全にリンクしてるかどうか分かんないけど、うん、ここ超大事だよ。じゃあデートあー、デート、ラブラブオーギンデート行って、おーす、いかん。あら、なに、これなんかあれだな、場所あるな、絶対な。ありますね。これだってお祭りだべ。お祭りですね。お祭り、さっきまでだって街だったもん。街でしたもんね。今ハートでアップしたもん。こんなんで失敗パターンある？でも60だよ。世の女性、でも60だよ。世の女性に聞きたい。これを言った後のこれを言った後のごめんねパターンはね、よくないよ、そういうのは。来た、それは告白するよ、こっちは。改まってどうしたのではない。っていうワードがすごいねずっともうそうだった大好きだよ言うてね街中で突然ではない全然そのもう言えと言わんばかりの雰囲気はあった。あった、あったよ。どうしようってことないんじゃない。ツンデレ。嘘だろおぎんちゃん、さすがに知らないか。おぎんちゃん、あ、おぎんちゃん、おぎんちゃんさすが忍びの者。あまりにも忍びのものだよ。最近だってあなたのことばっかり考えたらって言われて、大好きだよって言ったちょっと時間くださいおうおうおう、今なんかさ言葉違くなかった。嘘、ピンポーンって言わなかった。本当ピンポーン。だから紫だからじゃないの。紫ってあのお銀ちゃん太陽だからじゃなくて、赤の。あ、そういうこと。ピンポーンって言ったな。おっ、え、これ何、これソロパターンじゃない。あ、ソロパターン、ね、これそうだろ、ソロの。そうだ、あ、え今なんか谷間だったけど聞いたことある音がドゥーンって言ったらいいわね。逆だ、狙う順番は逆だけどね。ソロで 100% これは大丈夫です。ほら、えらい目、顔、口元、どうだ、これでしょ、テンプテーションゲームだ。うわ、そうね、そうだよ、ほら、おー、来たー、ブラボー。あれ、ここ止めた瞬間に行くんだね。さあ、さあ、ミッションの一つ、はい、上映っていうのテンプテーションゲーム始まりますよと。これがね、またね、まあ、今400ゲーム持ったの、とりあえず一旦置いといて、うんうん、置いといてねで、上位版の AT ということで始まるんですけど、おー、始まり方、始まり方、始まり方、天才的に気持ちいい。おー、すげえ。あー、急にクラブシーンあー、あらら、上がりますね。急に EDM、 これが20ゲーム間、こうベル以外での子役で継続抽選で、継続すればまた20ゲーム、
次のセットが始まるよということなので、そのループ率が8割超え。はで今ベルばっか引いてますけど、これだとダメ。あ、いない、あと7ゲームしかないけど大丈夫。え、80%ループ1回で終わり。いや、そんなはずないでしょ。この横向きの銀ちゃん、あ、ああ、え、終わり。いやいや、大丈夫大丈夫、さすがに大丈夫だろ、いるだろ。テンプテーションのお銀ちゃん一番俺は好みだな、雰囲気は。いるんじゃない、さすがにいるでしょ。ててててて、隠れてるだけでしょ。あれ隠れてるだけ、終わんの。ラストててて、最後で、あーしょ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 、いや痛いよ痛いよ、あーもうさすがに痛いよ、あー頭おかしくなる。うわ、どういう世界観これ、もう どこなのこれ。これ夏も花火だ、線香花火だ、お銀ちゃん花火だ、お銀ちゃんと線香花火してる。うわ、たわわすっごいいる、これ実在この人いる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 、この服とか何なの、あの布どこ行っちゃった。これは何だろうね、何のキャラクターだろう。なんか偉い感じ。いや、お銀ちゃんは変幻自在なんだよ。おぎちゃんすごい好きな感じ、これとか今のおぎちゃんとかも完全にもう夜のあれ、夜のあれ、おぎちゃん変幻自在だから、おぎちゃん NG なしだから。テンプテーションの時のおぎちゃんすごい俺好きだな。すごい好きな感じ。おぎちゃん、はい、あおい、あ、これは大丈夫でしょう。おら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 、引っ張るね、ほら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 、あー、頭おかしくなるこのレインボー。いやいや、おかしくなる。あー、ちょっとそっち系のも好きな人もいる。うん、そっちの感じが好きな人もいる。あー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 、てか猫っぽくなって、あれだよ、だから鈴つけてる。何この感じが好きな人も、まあ、落ちる。この感じ見て、こう見ちゃって。おいちゃんばあちゃん、びっくりしやがれ、ね、これいるね。ナイス。このレインボーやばいわ。これあ、来た、あら、勝手やつ来てる。カレー、肉じゃが、肉じゃがじゃない、終わっちゃうよ、終わっちゃう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 、危ない。ラス1、ラス1、あー、またか、あー、これ、まあまあ、こんなもんかい。ちょっと、気弱でしたけど。あ、なるほど、かわいいお銀ちゃんがたくさん見れますよと。まあ、5セット8割オーバーと言われてるんで、まあ、ちょい弱めかな。うん、すごい。ああ、そう、あ、そういうことか、こっちもついてくんだ。いやいやいや、すごいてんこ盛りだな、まさに。じゃあもう、あとはこれじゃん、ES300 をね、これ達成すればいいっすよ。さすがにこれで俺300やったら視聴者さんは納得しないと思うな。欲しいね、でもこれで、これ300いったら綺麗だな。いかないんです、いかない、そうそう、うまいことはいかないんだね。ここのうまさで、でもだいぶ変わるな。ここね、大事だね。だってさ、これバトリーさえ入れちゃえばさ、あのようなお面所もあるからさ、うん、まあかなりの確率でさ当たるじゃん。そうだから、罰をいかに避けるかなんだね。ここのうまさがもう出玉のチュリガー、チュリチュリガー、すべてからここでチュリガーになりますね。ほらほら、これこれこれ、はい、こういうやつはもうこうやっても死亡。罰はね、ダメだね。罰以外だったら本当に火薬引く、あれってことは、あれもう下手したら、なんて言うんだろう、押し順も大事になってくる可能性はあるね。あの、何にもないマス以外押し順出ないじゃないですか。はい、だから多分、あれ左以外から打ってもいいの。いい、大丈夫大丈夫。パパパーってなんないの。なんない、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  AT 機大丈夫。ダメーとかなんないの。ダメ、ダメならない、ダメならない。ちょっと押してみる、中。ああ、リプ、大丈夫大丈夫、もちろん大丈夫だ。ここでさ、ベルが立ってる可能性があると思うんだよ、ね、押し順ベル当てる、ほら、ここは出るんだよ。うんうんうん、そういうことじゃねえか、ほらほら、ああ、うめえ、なるほど、そういうことだろ、そうだわ、ここはもう攻略、ほら、攻略要素が生まれた。攻略ではない。俺は押し順当ててるだけだから。あ、なんとなく、うん、どこから石でどこから押しても一応一緒なはず。だからもうここまではとりあえず外していくから、意識して、よしよしよし。で、ここでベルの押し順当てる、立ってるかどうか知らないけどな。おらー、天才じゃん、天才じゃないですか、うめえ。今のうめえ。頼むぞ、ちょっと、
おぎんちゃんのスイングスランプ気味なんで、ちょ代打出してほしい。よしのぶ代打よしのぶ正和どうでしょう、よしのぶで。あー、おぎん、このおぎんちゃんめっちゃ髪長いね唐突だけど取れないと多分いやいやパンを食うことになるやだよ食えねえって300ってなかなか出ないだろバイーン、おいしょい、ナイスイン、ちゃんと 30% ぐらいだなおよ、え、あ、エンディングじゃないこれ、お、あ、え、あ、そういうこと、多分急に、だって何にも弾いてないもん、はい、ほら、あー、そういうこと、おそらくこれでもう、おお、気持ちいい音が鳴って、あーなるほど、これでテンプテーションでゲームを経てエンディングとユーリコは完走きた、残り200ゲームぐらいでしたかね、そうですね、どうだ、あとまあ今2000枚超えたとこだったんで、ああ、まあ、これは多分ね、ああゲーム数じゃなくて枚数でですね、おそらくエンディング到達ということだと思います、はい、約2000、最後はじゃあちょっと、ああ、最後はじゃあそう いい感じの、ああ、タコさんもみんな、これはこれ、ああそういうシチュエーション、タコさんもみんなをあんしてあげてるところですね、してもらうとこですね、髪の毛こうやって、これこうやって、こうやって、こうなぜ目をつぶる、髪の毛こうやって食べないと髪の毛食べちゃうから、あ、いろんなおぎんちゃんを見ながらそう、ディグお疲れ様でしたってことですね、いやいいよ、俺このステージのおぎんちゃん、そう超好きだもん、いやいや早かったね、まあイエスサイリンリターンズ、うん、片目でぶちかませば、うん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 、でまあテンプテーションゲームを一発引いてますし、それで十分こと足りるというか、2500枚ぐらいの塊ドン可能だってことですね、残り50枚、エンディングまで、まあ、だからエンディングが流れて、ちょうど2400枚超えぐらいでしょうかね、エンディングまで早かったですね、さっと行きましたね、あーもうじゃあ継続見れないのか、もうここでもう、あー見たかった、一旦おぎんちゃんとはさようならでございます、どんな次はどんな姿を見せてくれるのか、どんなおぎんちゃんが、どんな、さあ何が、あら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 、これ何、なんつったらいいの、こういうの、オイランなんつったらいいの、こういうのそうだね、そのなんだろう、まあ時代背景と一緒合ってるよね、うん、あー来た、あーおめでとう、パチスラ的に楽しみ遊びですその通り、まあうまいことね、イエスコーリンリターンズ引っ張ってくると、まあ、このぐらいまでスッといけちゃう、そうですね、いやまあとりあえずはこっからね、いやミッション残りの、あの皆さんもちょっとさ忘れてたかと思うんですけど、残りのね、あの家康サイリンリターンズで300超えっていうのをね達成してる時間もね意外ともないんですよ、間違いだったんじゃない、テンプテーションゲームとエンディングで良かったんじゃないかなって思うよ、いや知らねえ、あの台本に書いてあったの台本が用意されてたの、300ってだって言っちゃ100ゲーム3回ではダメなんですかっていう話になってくるじゃない、ダメです、はい、じゃあもう一回当たり、時間ももうないですから ね、もうさっきのだいぶ使いましたから、時間ね、まあ、ゆっくり打ってたからね、うん、あと50ポイント死ぬ気でパン食うの避けようとしてる死ぬ気でパン食うの避けようとしてる、マジでパン食うのかよと思って、マジじゃねえかよ、マジでパン食うのかよ、マジじゃねえ、ちょうどお前 おやつの時間だぞ、おい偉そう、すげえ偉そう、最強に偉そう、あー何これ、何これ、蝶々柄、え蝶々柄だよ、これ何
こんなもんもういいだろもうパンクはなくてよ。いや俺が言ってんじゃねえんだよそれなるほど。ロック1はバチェバで、ロック2がイエス、お、来た、イエスアイリターンズじゃねえかと。で3段階目閉じれば初代モード。えってことは今2段階目まで行ってるから、これ1回イエスできるってことじゃない。でも狙いのが紫だ、初めて見た。ちょっと行ってみますね、はい、とりあえずは。まあまあ揃うよね。ああ、金色、金色、ブラボー、金色はイエスですよ。来た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 、ラストチャンス。マジかよ、残しやがった。ラストチャンス、パン食えよ。やだよ、やだ、まだお腹空いてないもん。よし、これで勝負させてくれ。いいぜ。これがレベル3ってことだね。よく来たな。いやー、滑り越した。金文字はイエス再臨です。レベル3でだねになるってことね。金文字のおそらく1,2,3,3だから、ほら来た、はい、徳川でいきますか家康でいきますかってことですね。もう家康でいきましょう。いいさあ来た、300ね。あ、ここじゃなかった。そうね、次分かんない、ここかもしんねえから、ここかもしんねえから、まあ分かんねえわあ、チャンスアップだ。よし来た、頼むぞ。さあ皆さんご注目でございます。 Be quiet。 はっ、さあ行こうぜ。 Yes Mr. Yes Shut up。 あ、白だね、文字白。ただ212、今日一番いいのはここ白だったからね。光れ、ま、あ、止まらん。あ、レア声が言える、ほとっ、あー、おー、来た、マジか、来たろ、そ、来たろ、来たろ、200、よし来た、よし来た、超えた、これは超えただろ、あー、超えた、マジかよ、これが見たかい、こらボケがこれマジか。おおね、セーフ、これは見と、セーフ、これはな、僕らもね分かるんだけどね。すごいな、戦後5度目のキャラ出てきて誰も信用しねえんだろうね。確かにオリンピアさんにそういうのやってもらったんじゃないよって言うんだよ、みんなこういうの引いてもさ。確かに今の流れこんなクソミラクルじゃん、こんなの、ね、割と僕らこのね見てる側はこっちミラクルだと思ってますけど、これはね誰も信用してくれ、いいよ、お前信じてくれる、お前だけを俺は信じる。誰だよ、誰なの、私は信じてるよって見てる人、これもう OK、 こんなファインプレーないぞ。よっしゃ、ということで松本氏ミッション成功。あるんだね、すごいね、諦めちゃダメなんだ、 やっぱりありますね、フラグ一線引っ張ってきたもThank you.
さあそれではエンディングのお時間でございます。はいはいはい、というわけでやってまいりましたけれども、いや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 波乱万丈、うん、まあでもいいところは大体味わわせてもらったかな。あと初代モードぐらいですかね。あ、そうっすね。あ、最後ギリギリで弾いたあのロック、唐突に訪れるロック、あの3段階、はい、まだ確率は分かりませんけど、あれぜひともホールでして、いやまあ本当あれですね、パワーアップしたと、まあ、もう名前の通り持ってきたっていう感じですけど、まあ、今までのコウモンチャマンのこの各シリーズのいいところが、うん、まあガッとね、まあ、本当勝つに近くなったかな、まあ、1回行った戻って、でそれがパワーアップしてると早くもなってますし、うんうんうん、何よりも家康ね、やりやすくなってますから家康隊に。さあということで、うん、マジのコウモンチャマ V メガ盛りは、はい、4月22日から、順次導入ということで、皆さんも打ってみてはいかがでしょうか。おー、いいです ね、この番組でもね、まあ、確実に打つと思いますのでね。そうですね、チャレンジしましょう、うん、このね、もう言ってるでしょうから、うん、最後私が引っ張ってきたやつに疑わしい目を向けてるやつはいるでしょうからね、昨今ではもうみんな、分かってる分かってる、大丈夫みたいな顔して見てるね、車に構えた人たちがいるでしょうから、やってやりますよ。割とガチ目でしたからね、後ろであのパン持ってる担当者が立って待ってましたからねパン食わすために、やってやったんだよ、本当に言ったんですけどね。それでもまだあれだろう、信じてないやつらがいるだろうから、こんなホールやってますから。そう、まあ、このね、コウモンチャマの次戦編はね、またねの皆様を見てください。はいはい、やりましょう。はい、ということで本日はこの辺でお開きとなります。はい、皆さんトライしてみてください。それでは本編でもお会いしましょう。さよなら、さよなら。